デートナは、クライスラーの一部門である、ダッチが販売していた自動車である。名前は、フロリダ州デートナビーチで行われる、デートナ500レースに参加するために作られた、ホモロゲーションモデルである、ダッチチャージャーの一グレード、ダッチチャージャーデートナに由来している。日本へは、クライスラーデートナとして1990年まで、投入されていた。デートナは、 クライスラーの一連の FF 車シ,シである K プラットフォームから派生した G プラットフォームを使用した前輪駆動モデルである。ダッチのラインナップのうち三菱製のダッチチャレンジャーとダッチコンクエストの間が空白となっていたため、その保管のために企画された。基本的な車種コンポーネンツはダッチチャージャーと共用しているが、ボディスタイルは全く新規のものが与えられている。 当初は固定四等式ヘッドライトを採用していたが、1987年にリトラクタブルヘッドライトへマイナーチェンジし、さらに1992年には三菱、エクリプス同様の異行二等ヘッドライトへと変化している。当初のラインナップは2.2リットル系型エンジン、および2.2リットル系型ターボであったが、1985年に上級グレードのターボ Z が追加され、 1987年には、キャロル・シェルビーによってチューンナップされた、シェルビー・ Z が追加された。さらに1992年には、アイオロシーにより、シボレーカマロの後継モデルとしても指名され、ロータスがエンジンに手を入れた、アイオロシー・ RT がリリースされている。なお、1984年には、ターボモデルが、カードライバー誌により、 テンベストリストに挙げられている。デートナは1993年に生産を終了し、ダッチアベンジャーとモデル統合された。マイナーチェンジ後のモデルが1989年より日本へクライスラーブランドで導入されていた。なお、姉妹社にクライスラーレーザーが存在していたが、1989年にモデルチェンジし、三菱、エクリプスの姉妹社、 プリムスレーザーとなっている。ありがとうございます。